はい、皆さんドローン飛ばしますか？どうも軟骨です。今日はこちらの製品を紹介していきたいと思います。はい、こちらベータ FPV のシータスキット、そして、シータスプロですね。この2つを紹介していきたいと思います。でこちらのベータ FPV のシータスキット、シータスプロキットは一番最強な FPV ドローンの入門用セットになっています。で、まあ、特にですね、完全、FPV 初心者、そもそもドローン触ったことないっていう人でもこれ飛ばすことができる FPV のキットになってまして、入門用としてはね、本当に最高のセットになっていると思います。この動画ではこのシータスがどんな製品なのか、そしてどんな人におすすめなのか、またちょっといまいちな点とかね、いろいろそういったことを紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、それでは今日はこちらのベータ FPV のシータスを紹介していきたいと思います。でまず、初めに言っておくのが、このシータスっていうセット、これは、初心者向けに特化したセットになってます。ただ初心者向けのセットといってもおすすめできる場合とおすすめできない場合っていうのがありまして、そこもちょっと説明していきたいと思います。でまずこちらがおすすめできる人は、ドローンとか、FPV 自体が完全初心者で、この FPV の世界にちょっと触れてみたいっていう人、入門編として購入する、でこれからステップアップしていくための、第一歩として購入するとしては、めちゃくちゃおすすめできるものです。ただおすすめできない人に関しては、このシータスはドローンレースにこのまま出るっていうことはちょっと難しいセットになります。なのでこのシータスを使ってドローンレースに出てみたいっていう人、こういった考えだとちょっとおすすめできないかなというふうに思います。ちょっとね、詳しく話していきたいと思うんですけれども、まずおすすめできるポイントですね。 FPV ドローンって僕も、以前の動画で散々言ってきてるんですけれども、つまずくポイントっていうのはいくつかあるんですね。そのつまずきポイント、代表的な2つありまして、1つが機体とかプロポとかゴーグルといった、必要な機材が全部バラバラで売っていて、どれをやればいいかわからない、また買ってもどうやって設定すればいいか全然わからないっていうところ、これが一つ目のつまずきポイントです。でもう一つが、操縦がそもそも難しすぎて全然飛ばせないっていうところ、つまずきポイント二つ目ですね。このつまずきポイントに対して、このベータ FPV のシータスっていうのは、解決をしていまして、まず必要な機材がバラバラに売ってるっていう問題点に関しては、このシータスキット全部揃ったセットになってます。飛ばす設定も全部、完了している状態で売られているので、極端に言えばもう電源入れただけで使えるっていう、そういったセットになってます。で実際このシータスのキットには、ゴーグル、プロポ、そして、機体、あとバッテリーとか、そういったものもの入ってるんですけれども、これらは全部汎用性のあるものになってまして、この機体しか飛ばせないっていうわけではなくて、このゴーグルとプロポを使えば、他の機体にリンクして使うこともできるので、そういった意味でステップアップするためには、最適なセットになっているかなというふうに思います。それでいてこのセットめちゃくちゃ安くて、全部込み込みで2万円ぐらいで購入することができます。FPV を始める際の初期投資としては、ほぼミニマムで始めることができる、そういったセットになっています。で次に、操縦が難しすぎて飛ばせないっていう問題について、これもですね、このシータスは解決していて、めちゃくちゃこのシータスが革命的なところは、高度維持センサーがちゃんとついていて、しかも高いレベルで高度維持ができて、しかもそれをオンオフすることができるんですね。でこれがめちゃくちゃすごい革命的で、通常のこういった、タイニーウープって呼ばれているような、マイクロドローン飛行のモードが3つあって、アングルホライズンアクロっていうモードがあるんですけれども、それらは全部高度維持っていうのはついてなくて、このホバリングの難易度が非常に高いですね。なのでいきなりね、飛ばそうとすると天井にぶつけたりとか、荒の方向に飛んでったりとか、そういったことをしてしまうんですけれども、このシータスはその高度維持をオンオフすることができて、で初心者でもね、全然これ簡単に飛ばせてしまうっていう、そういった革命的な FPV ドローンになります。僕はこの FPV ドローンの体験会とか教室みたいなのをやってるんですけれども、もう本当に小さい子供から大人まで、誰でもねこれを使えば、なんとなく飛ばせるっていう、状態にはすぐなることができるっていう、非常にね体験会でも重宝している機体になります。で以上がおすすめできる点、機材が全部揃っているっていうところと、簡単に飛ばせるっていうところですね。これがおすすめできる点になるんですけれども、おすすめできない点について、ドローンレースに出るのはちょっと難しいっていうところですね。これちょっと話す前に、このシータス、無印シータスとシータスプロ、何が違うかっていうのをちょっと話していきたいと思います。で何が違うかっていうと、このシータス無印は
ブラシモーターを搭載した6号サイズの機体になります。でこちらのシータスプロはブラシレスモーターを搭載した7号サイズになります。ちょっと大きいですよね。で実際この基本的な機能はまあほとんど一緒で、一番唯一違うのがシータスプロブラシレスモーターを搭載していて、そのタートルモードっていうのが使えるんですね。ドローンがひっくり返ってしまった時にプロペラを逆回転させることによってヒュッと起こすことができるっていう、まあ、そういったタートルモードが使えるっていうのがこちらのシータスプロの特徴になります。そんな便利機能ついてるのに、なんでこれらがドローンレースに向いてないかっていうと、緊急着陸機能っていうのがついてるからなんですね。これは、機体がどこかにぶつかった時に、アームを切ってモーターを停止してくれるっていう、まあ、安全装置みたいな機能になってるんですけれども、これは実際壊れることを防止することができたりとか、まあ、いい面もあるんですけれども、ドローンレースっていうところで言うとちょっと邪魔な機能になっちゃってるんですね。まあ、レース中って結構ねこういった機体をどっかにぶつけるっていうのもありがち、まあ、ぶつかってもお構いなしに飛ばすっていうのがあるんですけれども、まあ、それが、まあ、ぶつかったらすぐにアームが切れて着陸してしまうっていうところ、そこがちょっとドローンレース向きじゃないなっていうふうに一番思う点になります。あと今ドローンレースタイニーウープでも、まあ、大体そのスタンダードなのがモーターブラシレスモーターがスタンダードなんですけれども、こちらのシータスプロブラシレスモーターですが、サイズが7号サイズになるので、タイニーのレースだと6号限定っていうものが多いので、レギュレーションから外れてしまうってところ、そこもちょっと厳しい点かなというふうに思います。なのでレースに、まあ、もし出たいっていう方は、まあ、これで練習するのもありなんですけれども、最終的にレース出る前に、何かブラシレスモーターを搭載した別のタイニーウープを購入して、それで、まあ、レースに出るっていうのが一番いいかなと思います。まあ、その際にもこういった、プロポだったり、ゴーグルはこのシータスキットについているものを、そのまま利用することもできるので、融通効くかなというふうに思います。じゃあこちらのシータスと、シータスプロ、これをちょっと飛ばしてみたいと思います。はい、それではまずシータス無印ブラシモーターの方から飛ばしていきます。今飛ばしているのは S モード、まあ、いわゆるアングルモードですね。姿勢制御が効いたものになります。速度が3段階スロー、ミディアム、ファストと、決められるんですけれども、今はファスト、一番速い速度で飛ばしています。でこの速度を上げていくと、要は機体の傾きの限界値が上がるっていう形になります。このような形でやっぱりブラシモーターは飛ばしやすいことが一番、売りだと思います。特に初心者の方とかはこのシータスプロよりもこの無印のブラシモーターの方を購入する方が僕的にはおすすめします。次にマニュアルモード、いわゆるアクロモードですね。これで飛ばしてみます。こちらはスロー、ミディアム、ファストありますけれども、それぞれレートが上がるような形になりますね。まあ、一応室内でも結構飛ばすことはできるんですけれども、やっぱりブラシモーターなのであまりパワーは瞬発力的なものはないので、こういったフリップをするとちょっと尻もちをついてしまうような形になります。それでは次にシータスプロの方を飛ばしていきます。まず最初に S モード、速度はファストで飛ばしています。このような形にですね、結構スピード感がありまして、特に7号サイズで機体も大きいので、こういった細かいコースはちょっと飛ばしにくいかなというふうには思います。ただこのようにひっくり返ってしまった時もタートルモードが使えますので、その点は、シータス無印よりも便利かなというふうに思います。やっぱりパワーがありますね。でこのシータスプロが一番生きてくるのは、まあ、このパワーを生かした外でのアクロ飛行かなというふうに思います。こんな感じで外で、M モードで飛ばすと、まあ、結構気持ちよく飛ばせるので、初めて外で飛ばすっていう場合も、これを使って練習することができるかなというふうに思います。やっぱり7号でブラシレスモーターなので、ただ1セルバッテリーなんですけれども結構パワーがあるなというふうに思います。
はい、いかがでしたでしょうか。今日はこちらのシータスプロの、キットを紹介してきました。いや、こちら本当に、初心者向けのセットとしては今出てる中で一番使いやすいモデルになるので、特にね、まあ、何買っていいかわからないけど FPV ドローンとりあえず始めたいっていう方はこのセットを購入しちゃうっていうのが一番ね、 FPV ドローンを始めるための近道になるかなというふうに思いますので、ぜひ、チェックしてみてください。製品のリンク概要欄に貼ってますのでチェックお願いします。それでは今日はこれで終わりたいと思います。このチャンネルではこのようにドローンのことでしたり、いろいろガジェットについての情報を発信しています。なるべく分かりやすく情報をまとめて発信してますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またこの動画参考になりましたらいいねボタンを押していただくと嬉しいです。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。じゃあさよなら。